スーパーマリオ RPG 星きれい。さあ今回もスーパーマリオ RPG 前回のパートの続きからやっていこうと思います。前回沈没船を攻略し終えて、何やらこのねリップルタウンで騒ぎがあってみたいなところで終わったよね。多分こっちに、そうだよね、前回なんかこいつらいたよな。遅い、オノフォースは何をグズグズしてるんだ。オノフォース、待ち合わせに遅れるとは、早く逃げないと。なんだこいつら、顔色悪すぎだろマジで。あ、マリオが来ちゃったじゃないか。し仕方ない、多少錆びてしまうかもしれんが海に飛び込むぞ。錆びんの体、鉄なんこいつら。てかなんか前回こいつらにさスターあげたよね最後。あ、来てくれたジョナサンほぼファミレス。待ちな、そのスターはてめえにやったんじゃねえぞ。え、かっけえ。男は男らしく生きろ、勝負にかける熱い魂を忘れるな。うわー、やっぱ正々堂々勝負したやつがね最終的に報われるよな。燃えろ、激しく火花を散らすんだ。拳でしか分かり合えないことが。熱すぎちょっとここまで熱いとちょっと苦手かも。熱すぎる、火花とかちょっとやめてください。親分、あとはマリオに任せましょう。戦いか。キキキキ、では本当の姿をお見せするとしよう。あ、変身してんのか。合体だ。あ、合体。え、これまさかジョナサンと共闘のパターンか。さすがにマリオ対、うわっかっけえおい、特別なムービーまであるじゃねえかこいつ。や、ヤリドウィッヒ。いやー、一旦3人技行ってみるか。え、ま、守ってって書いてあった。え、防御かこれ。まあね、防御でもいいか。おぉー家来じゃねえか、ポンピーチの防御技かな、もしかして。まあ、だとしてもいいぞ。あー、鉄壁の防御っぽい。え、めっちゃいいじゃん、これ最初に使うべきだったね。これ G のカッターやってみるか。これ G のカッターもね、めちゃめちゃ強いんだよね。タイミングよく、いつだ。 OK、 あ、26か。でもうーん、眠れようか。まあ、眠んねえだろうな絶対。まあ、普通に倒すか。えい、10。結構硬いね、やっぱ。どれくらいダメージ入るかな。さあ、ピーチの傘は、うわ、ゼロ。あ、待って、でも1回きりじゃないこれ。ゼロは一回きりな、あ、もうマーク消えたもんね、あのマリオとかの横にあった。だとしたら弱え。一回無効にできるってだけ。うわ、だとしたら弱え。そうやったら攻撃技使えばよかった。なんかあれか、確定でさ最強の技を打ってくる手前とかに使えばいいのかな、もしかして。タイミングがマジわからんな。うわ、タイミングマジわからん。てかピーチじゃなくていいなこれ。交代する。あれ、これ交代って、あ、これだ。まあ、クッパだろさすがに。よし、ここ。あー、ミスった。やっべ、マリオ直線でやってくる。まあ、ファイヤー一回やってみるか。どれくらいダメージか分かんないけど、マックスいきたい。よし、 16。 うわー、じゃあジャンプじゃん最強技。46、弱すぎんなマジでマリオが。うわ、74。ちょっと待ってね、あー、死にたくないよなマリオが。クッパごめん、マリオキノコで助けるなんてそんなことさせたくなかったけど本当は。仕方ねえ、やってくれ。今はパーティーだ俺たちは。よし、行くぞ。でもクッパよりもだいぶでかいもんなこいつは。まあでもでかいだけで腕とかは細いからそんなに強くないだろう。27。待って、じゃあさ G のがマジで強いな。一撃？一撃って書いてますよ。26。一撃技なのあれって。G のカッターって。はい、82。何？ちょ待ってね。いやー、回復させるか。よしよしよし、一旦ね。サンキュー。どっちなんこれ。奥行ってみるか。よくわかんないから。99。うわ、顔取った！顔取った！って言った毎回攻撃。ちょっと待って、これ自分に使おう。ちょ、さすがに死にたくない。スーパーキノコいっぱい買ってきたから。待てよ、ガーガードできねえ。今まだガードできない、できてない男。ちょっと待ってよ、普通に攻撃してみるか一回。99。普通の攻撃の方が強い。とりあえず左から順番にいってるけど、
これど当たりなのかな。右横にしてみればいいか。やーば、マジで言ってる。ちょっと、うっそー、ちょ強すぎない。別にため攻撃でもなさそうだったし。やばい。うわー、まあ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 いいでしょう。ほい、71。なんか全然ダメージ入った感じないな。いつだ。はい、94。お痛かったのかな、シンプルに。よっしゃー、ガード。ここはガードできるっていうね。よし、まあまあまあ、俺スロースターターのとこあるからさ、ちょっとずつちょっとずつ強くなってくる。はい、39。硬くなったらまた。あー待ってよ、これウェーブ、いやじゃないよ、ビーム使おう。ここです。42か。毒ガスモクモクいいんだけど、あーどうしようかな。毒ガスモクモクに備えて FP 回復しとっか。まあ、結局 FP 技が強いからな、このゲーム。ここじゃ、いつだ。あーくそ、75。ちょっと待ってくれ、めっちゃ強いんだけど、あとタイミングマジわかんないんだけど、防御の時の。Thank you。 復活ドリンクは任しといて、いっぱいあるからね、ビームと。それでも俺はビーム打つ。はい、42。どれくらい体力あるんだろう。うわ、あ、毒毒やればよかったな。63。あー、まあジャンプで100回決めるか。100回決めたら勝ちみたいなもんだろう、多分。さすがに。よし、いくぞ。こいつ何なんだ、モチーフ。万年筆、顔なんか万年筆っぽくない。26。こんだけやって26。あー、まあ普通に攻撃するか。通常攻撃でいいや。待てよ。あー、くそ。でもいい、毒ガスモクモク、いけい、毒になれ。向こう、こいつ向こうなんかよ。くそ、結局向こうか。これなんかさ、マリオがさ、硬い鉄の靴とか履いたらさ、攻撃力上がりそうなんだけどさ、マリオそういうの履いてくれたりしない？軽い靴じゃないとやっぱ足、あの、靴ずれしちゃうとかいうタイプなのかな、意外と。なんだ？またこれ、これさ、どっちが正解とかあんの？結局63。で、こっち攻撃してみるか。お、普通にダメージ入る。これな、なんなのこれどっちが正解な、マジで。マジでどっちが正解か分かんないんだけど。よっしゃ、92。あ、またこれか。うわー、くそ、タイミングがマジだから今。よっしゃ、回復しとっか。ちょっと悔しいけど、俺いっぱい回復アイテムを使うのは。でもGのが強え。いや、クッパ回復させるべきか。いや、一旦いいや、一旦クッパなら耐えれる。はい、80。待てよ、耐えろ。あっぶね、耐えた、本当に耐えた。ここ、おお、なんか耐えた。なんで1だったの今。右が正解ってことなのかな、こいつが本物わかんないんだけど。いや待てよ、さすがにスーパーキノク。よーし、 Thank you。 で、あ、戻った。やばい、やばいやばいやばい。 OK、 ミス、奇跡的に。うわー、毒ガスモクモク意味ないんだもんな。敵を怯えさせてビビらせる。一回やってみるか。これ絶対ビビないと思うけど、絶対ビビないと思うけど、まあ、ダメージ入るもんな。どうだ。あ、終わった、最悪マジで。返せよ俺の FP。 いやでも俺が悪いな。カッター使うか。でもこれ一撃って書いてあるけどさ、これ嘘だよね。ボス戦では使えない的なことなのかな。26。タイミングあと間違えた。やばい、待って、最強技かも。耐えろ、すげー、なかなかやるね。よし、58。いやー、さすがに次回復しよう。いきなりってか、戦闘激しいな、マジで。よし、92。いいぞ、いける、頼む。いやー、69。あー、またこれだ。うら、うわー、いつ、マジでいつだ。ほい、51。ちょっとこれさ、体力見てみていい？何考えてるの。あ、
くそ雷弱あ、え、体力 11? これ今下に11で出てたな。11で死ぬよこれ。もう一回こいつ、え、じゃあもうラストやっべえ。入れ替えよう。これ11で死んだら激アツだけど、てか今見るタイミングじゃなかったな。7でこれで死んだらどうする絶対もっと早く見るべきだった。マロで11の時に見てどうすんだ。40経験値おいしい。よし、あ、帰ってきた。え、いなくなってるジョナさん。え、ファミレス行ったんかな。カジオたちもスターの秘密に気づいてる。この先にはどんな手強い部下たちがマリオたちを待ってるのか。今のやつは何だった何の説明もなく。あ、何これ、わかりやすい鍵なんかあるな。マリオへ。ま、あんたのことだからあんな野郎は楽勝だっただろう。ところで、でっけえ斧が空を飛んでるのを子分が見たらしい。これジョナさんからか。まだ悪いやつらの企みは終わってねえようだな。そんなやつらは遠慮なくやっちまえ。陸は息が続かねえから一緒に戦えねえけど、海に来たらまた遊びに来いや。ジョナサン・ジョーンズかっけえ。そっか、陸では息が続かないのか。だから早く帰ってったのか。あいつ戦い見届けてくれよせめて。いやまあでもそっか、死にかけてたら困るなんか戦いを見届けたよっつって。倉庫の鍵だ。どこの鍵だ。この町の鍵だと思うけど。なんだなんだなんだ。助かったわ。こんな狭くて汚いところもうたくさん。お、よかったよかったよかった。出て行きなさい。イエーイ、平和が一番だね。ピース。これで町のあれか、宿屋とか回復アイテム屋が復活するのかな。いや、まあひどい目にあっただ。ありがとうさんね。いいよいいよ。ありがとうございます、ありがとうございます。うちの店に寄ってくださいね、うちの店に寄ってくださいね。2回言わなくていい。この度は本当にお世話になりました、ありがとうございます。ぜひうちの宿屋にもいらしてくださいな。では失礼します、行きます。あ、長老かな。マリオさん、このリップルタウンを救っていただいて誠に感謝しております。偽物の住民に気づけ、わしらの身を案じて素直にスターを渡すそんなこともなかったけど、前回めっちゃ粘ったけど。そこまでわしらを気遣っていただいたほんのお礼です。フラワーギフト、センキュー。お、ピーチ、町の人たちがみんな無事で本当によかったわね。クッパ、無理やりさらった上にこんなところに閉じ込めよっていいやつじゃねえか。ただのクッパ軍団はこんな卑怯な真似はせんぞ。そうか、結構卑怯な真似してるぞ。ピーチ首かしげてるし。あら、私も最近どこかの誰かにさらわれたような気がするけど。む、まあみんな無事だったことだし全て解決だな。ガッハッハッハ。スター出すな。それよりこんなカビ臭い部屋から早くおさらばしようではないか。そうね、元に戻った町の様子を見に行ってみましょうか。もしかしたら次のスターピースの情報が聞けるかもしれないわ。そうだね。倉庫はここじゃないのか。なんか隠しブロックとかないんか。でも隠しブロックのアイテム使ってるから今隠しブロックあったらあるはず、あるはずってか分かるはず。ここは、え、こいつは。当店はカブトムシ買取センターでございますうちの社長がカブトムシをたくさん必要としてるブッキーだな。一応聞いてみるか。買い取りのシステムについて説明いたします。虫かごを買っていただいて、カブトムシの名産地ブッキー坂で好きなだけ捕まえる、カブトムシの入った虫かごをここ持っていただければ、買えるコインやコインへと交換。へー、え、別にいいや。俺別にブッキーのために働きたくねえ。金がもらえるとはいえ、おい、引く引くすぎだろこれ。大丈夫、武器や。買うか。ノコノココーラ、へえ。あ、攻撃力めっちゃ下がってる。スーパーハンマー、パタパタコーラ、これちょっとつけてみる。装備しとくか。ラッキーハンマー、これプラスになってるやつは使った方がいいんだよな。ゲコゲコの杖、カエル印の頼りになるやつです。ちょっと使って装備させとくか。スーパーダブルパンチ強いじゃん。プラス10でかくね。ワン、ぶん投げグローブいいじゃん、使っとこう。ビンタグローブ、パラソル、これやっとくか。こんなもんか。これ売っていいのか。てかいらない武器。いやでも、いやでも残しとくか。お金別に余裕あるし、400コインあるから別にね。あ、防具、へえ。防具か、セーラーつなぎ、海の男のつなぎです。あー、買っとくか。でかいよな意外と。
セーラー、もう全員セーラーで行く。セーラーって聞いたら普通にあのセーラー服を俺は想像しちゃって、みんなセーラーコスプレしてんのかなみたいな。ハッピーシェル、もう なんかクッパだけないんだけどクッパだけ縁起のいい甲羅つけてマイナスになんだけど、全部なんだこれ、かわいそう。あとかあれアイテム屋は、え、あこっちか、めっちゃあるな。あらどうも、タラマニオさん、体にいいもんが揃ってるよ。へえ、何、あキノコとか、スーパーキノコ5個買っといて、結構高え、やべえ、結構高え、ちょっと待って、結構高えな。復活ドリンク5個、まあいっか、やべえな、お金結構なくなってきたなちょっと買いすぎたか、いやでも仕方がない投資だった。これは何、あなんかめっちゃ喋ってる、あー1個あげちゃった。これは普通のキノコだね、ごちそうさま。おいおい返せ俺のキノコ、おいキノコあるかい、ちょ待て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 、バイバイ、また来てね。え、俺のキノコただ食べられた1個なんでだよ、まずはフラワーギフト使っとこう。おー1個食べられたキノコ、こいつになんかくれるんじゃないんかい。こちらこいつはなんだ、あなた勇敢なのね、助けてもらって嬉しかったわ。でももっとおしゃれに関して思った方がよくって、うるせえ。アクセサリー、おーアクセサリー屋か、あーこういう系ね、うわめっちゃ上がんだこれ、守備瓶シューズ、あーでも持ってるよね、あー別にいらなさそう。あのキノコ回しすぎじゃない、この村なんなのこの村、別に体力も大丈夫だし宿屋に泊まる必要もないな。話聞いてみるか、この町にカブトムシを欲しがる変わった店があるらしいよ。あったね、ここの家とかは、あ長老の家だ、長老なんか知らないか。マリオさん、スターを探しておられるならわしに心当たりがありますぞ。おこの先のカントリーロードに悪さを反省したモンスターたちが暮らす町があるらしい。そこに住んでるネズミが先日この町にやってきてスターを自慢しておりました。そいつだな、詳しい場所はわしにも知りませんがカントリーロードのどこかにあるのは確か。ところでうちの2階にいる居候にはもう会われましたか。え居候がいんの、誰だカエルだ、マロの友達じゃない。いやいや、チミはマリオくんだね。僕は去年ケロケロ校を卒業したカエル仙人の弟子なのさ。卒業とかあるんだね、てかカエル仙人って意外と人望ないんだな、卒業されてんじゃん。自分の進む道が見つかるまでこの長老の家に居候させてもらってるのさ。さっきまでずいぶん街が静かだったけど何かあったのかな。そういえばさ、チミカエルコイン持ってる、珍しいもの売ってあげようか。さよならは突然に、何これ、逃げるが必ず成功する、あの頃に戻りたい使うとそのバトルを初めからやり直せる。何それ、いや別にいいや、あなたを超えたくて、装備してると経験値が倍もらえる、え、めっちゃいいじゃんこれ。輝ける日のためバトルでもらえるコインがなんと倍、消費 AFP が半分。でも結構いろいろ減るんだね、攻撃とか防御とかが。でも経験値倍はでかいわ、これちょっと、これちょっと装備しよう、マリオ装備しよう、マリオあげよう。いやカエルコイン意外と使い道あんじゃん、てかあいつが一番いいやつ持ってんじゃんカエル仙人から絶対盗んだやんあいつ、とんでもないやつだな本当に、弟子とか言ってるけど。しかも居候ってマジでただの紐だからな、本当に場合によっては。カントリーロードどっちか、こっちか、よし行こう。いいねカントリーロード。なになになに、あ隠し宝箱あるらしい、え、ちょっとこれなんだろう、これ大砲、まあ、ちょっととりあえず上上がってみるか、これどうやって上がんだこれ、あ乗れない、まさかここに入ってからか、あー場所を決めて、あーなるほどね、こっち行ったらどうなんの、あ別に行けない、あー戻っちゃう、なるほどね、手前しかないのか。まあでも一応こういうところに隠しブロックがあるかもしんないから。え、なんだあの雲みたいなやつ、何あれ、何あれ、え、なんかなんかない、これ何、はっこれ下降りれ、これ何だこれあ来た、戦闘正体不明、何これ、え何これ、何これ、おいどうしたらいいんだ、電撃ちゃんと撃ってくる、え、どうしたらいいんだこれ、アイテムとか防御しとくか、え、何したらいいんだろうこれ、燃やすとか、燃やしてみる、でも正体不明だからもう当たってるな一応。でもおい、ギヒギヒギヒ、あ
モクラクラ、これ倒せんのかな。もうあやミスになる。火しか効かないのか。ピーチ一生懸命狙ってる。これビンタは、あビンタじゃないわ、そうだパラソルだ。でも入ったね、ダメージ。フラオいくか、ファイヤーいくか。ファイヤーで燃やす。14、さっきめっちゃダメージ入ったけどね。オッケー当たるわ。うわ強そう、あ強そう、めっちゃ強い。待ってマリオ死んでたくない。なんでこんないきなり強敵みたいなやつ出てくんの。あーでもどうしようかな。うーん普通に攻撃は良くないな。いけーマックス惜しい。15か、ちょっと変えるわ。出てこいクッパ、行くぞ。え何それ。マリオぶん投げた。なんで、おいてかピーチにしか攻撃しねえこいつ。すげえ女好きだ、とんでもねえ女好き。だからマリオを投げんな。おいおいマリオ2回投げたぞ。やっぱりか、本性表したか、ついにクッパが。73、いいね、攻撃のバリエーションがだいぶ変わってきた。ピーチー、まあいい。でもピーチなんか最強らしいけどね、噂によると。本当かどうか知らん。あ瀕死だ。2回が最高か。マリオいいんかそれで。お経験30、やったー、みんなレベルアップしたぞー。え何あげようかな。ちょっとさすがにそろそろ体力上げとく。 HP マロはね攻撃特化でいい気がすんのよ。マロはマジで筋肉全振り、さっきからずっと、さっきからというか前回からずっと。魔法上げとく。いや魔法じゃないもんな、 G のって。魔法は誰になんだ、マロか、魔法マロか。クッパはもう攻撃強化でしょ。何だったの今の、別に何もないし。待てよ冷静に。こっちへ、どこにあんだろう隠したら。この上とかか、違いそう。おえマップ移動しちゃう。あいやここにもあるのか、こっちも行けそう。なんかありそうだよねこういうとこに。うわ気になるけどねー、意外とねえな。こっち、あーマジか、届かない。え今のダメなの、ちゃんと。おお来た、おおい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 、嘘だろ。あーこいつら確か強いやつだよな。よし、あ待って、なんか、いやくそ、隠したから箱に釣られた。うわ久々に聞いたこの BGM 好き。待って、フラワー行った方がよくない、絶対絶対フラワー行った方がいい気がする。おら189、あ瀕死だ。マリオ投げろ。いいぞ、これ結構最強メンツじゃない、 G のクッパマリオ。こいつも強そうだけどな、どうしよう。57、いいね、よいしょ。いや俺こういうさ雑魚だったらマジで無限に避けれる気がするわ。おい恋すんな、おい毒、毒は俺だ、俺がかかってたわ、かけてる側じゃなかったわ。マリオさんそれでいいんですか本当に。よーしいいぞ、 OK ナイス。これアリなんか一応こう見ると気持ち悪いな、アリ。いくぞ。投げる時のクッパの目がマジなんよな。オッケー、さあこれでスーパーキノコやった。でえこれ上にない、上になんか影あるけど、あれでも届かねえわ、なんだこれ。ちょ一旦奥行くか。うわ戦った方がいいんか。あ待てよ、うわなんかめっちゃ、うわうわ一回戦うか。うわなんだ、ワカチュラ、ちょ一回3人技、いやまだだな、うんさすがにまだだわ、もったいねえここで使うのは。マリオさん、よし行くぞ。この甲羅つえ、つえちょっとなんかもう強くなってきちゃってる、これ絶対。うわ落ちた、うわまたこいつらだよ本当に。前そんな強くねえから全然いいんだけどさ。何え混乱してる、別に何もやってないのに混乱してる。仲間攻撃したぞ。まあ仲間とかの概念もないのか、別に。そうか敵同士だもんな自然界では。ありがとうな力を貸してくれて。でも容赦しねえぞ。あ寝てる、スキップしよう。どういうこと、自分で舌出して自分に攻撃、
そんなことできんだっけ人間って。人間じゃねえわあいつらって。おピーチ、ピーチはな、何お願いカムバック。魔法でしょピーチは多分。何何何何何、大丈夫か、死んだマリオ生きろ。よし、これえ偽物ってことこれ、なんだこれ、これがこれしか本物じゃない、もしかしてそういうことか。はい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 、落ちないよりだよねこれ。あーよっしゃー倒したー。でも G のやられちまったわ、くっそー G のやりやがって。さすがに回復しとこう。うん、でマリオも回復しとこう。ちょっと結構な敵が強いから危ね。いやー絶対当たる。さあ勝った、危なマリオ。こっちかで、おお、なんか蜂がいる。こいつは、あ、これ最初にあったやつか。こっちの方に飛ぶみたいな。あれ今当たんの。うわこいつらやばそうだけどな、蜂軍団。よし、うわ防御したのに毒、とんでもねえやつだ本当に。お、毒無効なんだマロって。いやーかかるんかい。ちょっとこれさ、もう毒ガスモクモクで、もうやっぱ毒には毒、やっぱ目には目を、歯には歯を、毒には毒を。いけ、強すぎマジでクッパさん助かります。クッパさんもうレベルアップ、ウルトラジャンプ、魔法医あげとくか一応。ウルトラジャンプ強そう。待てよ、なんかでもこれ下もあんな、なんか下も見たいけどな。やべ、うわー今の当たんだ。よし倒した。これでまた上に行けるけど、これ下落ちろって書いてない。何これ、あ、なんだこれ、ちょっと待って、こっちは何、うわなんだ、いっぱいある道が。え、どっちが正解、あ、なんだ、ちょっと待てよ。うわー、じゃあ今の上が正解だったのか。結局隠し宝箱どこら辺なんだろう。ここら辺近くにありそうだけどな。隠し宝箱全然見つけられてない。あーなんだろう、これどっちが正解の道なんだ、全然わからん。いろんな道があるのかな。おらよっと、倒しといてよかったさっき。まあとりあえず上から落ちてみるわ一回。ほいで、こっから落ちてみる。これ一緒じゃない、あっ、こ、これあの上だ、さっきの下、さっき下に来たんだよね。やっほー、いい天気だね。ここはカントリーロードの名物ちくわブリッジ。うわーそのまんま、はいはいはい、ちくわブリッジにチャレンジするか、チャレンジする、渡るだけってあったけど。ではご講演いただきます。何、渡るだけと聞く。チャレンジには3つのコースがあるよ。どのコースでも落ちるとそこでおしまい、渡れるとダブルアップチャンスがある。ノーマルはブロックが落ちない上に進む方向に L を傾けて B を押したら次のジャンプブロックに、ブロックにジャンプできる。渡れると5コインをプレゼント。スペシャルだとジャンプはノーマルと同じだけど時間が経つとブロックが落ちてしまう。へえ、渡れると8コイン。いやしょっぱくない元5コイン払ったんだよ。エキスパートになるともちろんブロックは落ちるしジャンプも君の腕次第、とても難しい。渡れると買えるコイン。どのコースでも邪魔が飛んでくるからタイミングよく。ちょこれあれこれどうせさ5コイン取られたわけでしょ。ノーマルはやる意味ないな。でスペシャルの8コインも意味ない。エキスパートやるわ。じゃあ買えるコイン強かったし結局。いるぞ、あーむず、あむず、あむず、あぶねむず。ちょっと待って、ちょっと待てよ。よっべ、激ムズ激ムズ。あーだこれ、あよし、いいことあるいいことある、悪いことだけじゃない、悪いことだけじゃねえわこれ。もうごめん、落ちちゃった。上に登るのは連れてあげるよ。ほら頭に飛び乗ってくれ。なんかこれまだ2体いるの、もう一人いんの。ごめんなさい失敗しちゃいました。もう一回ごめん、渡るだけもういい。いいわ普通に。何だこれ、あ落ちないモードになった。いやもうマジであんな無理だよ。てか別にもらえるものが大したもんじゃないわ今、必要じゃない。これ何これ、あここは別に入れるわけじゃないのか。なんだ謎だな、完全にもう飛び降りスポットだけど。砂場というか砂漠というか。
なんか落ちたらやばそうだけど下もありそうだな。だってマップ広すぎんな。てか行けるところが多すぎる。なんだ、探索しがいがありそうで何もないところ。ちゃんと足跡がついてるのがいいね。なんだろここ、別に行く必要なくないか。戦いたい人だけ行けみたいな感じ。こっちか。これカントリーロードなの本当に。全然普通に砂漠だけどね。全然想像してた道と違うわ。行き止まり？あれ行き止まってない？まさか下か？あ、こっから出てくんだ。こっち入ってみる。どっか出てくるか分かんないのか。これ正解があんだな。じゃあここ。戦い？まあこいつらを倒してからだとかな。ちょ、なんか強そうだから三人技やっちゃう。三人技やっちゃおう。さすがに。いけ！あ、これ一体に。ちょっと待って、オーバー切りすぎたかも。ミスったわ。ウルトラ全部やってみよう。踏みつける直前に A を押すと連続で敵全体。うわ、マジか。じゃあいいや。でも強いね。敵全体にか。ウルトラジャンプ。ウルトラジャンプ使っていきたいな。もう結構ザコとの戦闘はそれだけでいいかもね。で、俺はジャンプの腕を磨かないといけないわけよ、結局。205でっか。いいぞ、マロ、続けよ。42。3桁を出してほしいな。さすがに。おら。2桁かでも。おら。おお、ナイスマリオ先輩。さすがっす。よし。で、入ってみる。さあどうだ？なんだこれ。違うのか。これ何？関係ねえか。正解ある？来たことある場所だよね。これあのさっき入った場所だもんね。これ何？正解あるか本当に。なんだ？なんかあいつ帰っていく。出会うと。おー、戦いだ。なんだろう。これで終わりよ。敵はびっくりだよ本当に。さ、いやー、出発リンク。これで、ちょっと待ってよ。出てくる？もう一回。あ、こっちでいいのかな、この場合。来た！着いた！やっぱり。セーブしよう。なるほどね。やっぱあの、アリ地獄にアリがいる場所に入り続ければいいんだな。うわ、やっぱ。それが正解だったか。おら、おら、おら、行くぜ！どんどん行くぜ！おい、お前ら！調子乗んな、うわははおら邪魔だ邪魔だ、おらどけどけどけいどけどけいいくぜい。あー、やっべやっべやっべ。いやー違うな、もっと急いでくるべきだったな、こうなると。マロ、マロ何あげる？体力かけとく？マロ結構死にかけてるもんね。雪やコンコン、なんだそれ。クッパか？クッパ来ないか。ジーノちゃんはジーノブラスト、ジーノブラストがあるから。じゃあ魔法攻撃。あ、クッパも来んのか。めっちゃ上がったやん。よし、115。いいねー。お、ピーチまで？ピーチもやっぱ、攻撃上げとこう。よし。んで、めっちゃいますけど。もう一回スター欲しいけど。早場すぎるけど。暴れてないけど、なぜか。こいつ自分に攻撃もするし、なんかよくわかんない奴らだな、本当に。お、ベローム神殿。ベロームって、最初に戦ったやつじゃない？これ、地上に出られるトランポリン。歩いて戻るずっと早いよ。100コインでどう？ちょっと待て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 。なんだこいつ、やだな。100コイン高くね？390しか持ってないけど俺。きっついな。でもまあ確かに早いだろうね。ああ、ここでもちょっとコイン稼ぐか。ベロームってこいつのこと？ベロームおみくじ50コイン。うわー、聞いてみる。俺こういうの大好き。ベロームの顔3つを好きな順番に下から叩く。3つも叩くとおみくじが出るよ。好きな順番で、これいいアイテム出たから出たりするんじゃないの。はい、こっちあえてで、こうどうや。お、巻物なんだこれ。次の部屋の土管を降りると珍しいものを見つけて嬉しいかもしれない。は、次の部屋の土管、次の部屋。あ、こっちから。
次の部屋の、あ、珍しいもん。まあそれはそうだろうね、ここに入るしかないもんね。何かあるだろうね、珍しいもん。あ、カエルコイン、なんだ、戦い感あるな。え、なんだなんだなんだ、これ多分戻りだよな。まあ行くよ、俺は進むよ。あ、隠し宝も変わる。金めっちゃ手に入んな。でも最後に100コイン払って外へ出るって考えたら結構貯めとかないとな、金をたくさん。なんかあんじゃないの、こういう上とかに。ねえ、あんじゃないの。そろそろ見つけたいよ、1個くらい隠した宝箱。こっちか、いけんの。ああ、こっちか来たのか俺。記憶がもうない。あんじゃないの、隠した宝箱。こういうとことか。え、マジでない。おっと、ここか、びっくりした今一瞬。よし、なんだ、黄色いボードに乗ったら次の部屋。どの部屋に行けるかはおみくじ次第。ベロームに会えたあなたはラッキー。その先がモンスタウンだよ。会えなかったら、お、お腹すいた、なんか食べてみたいんだな。どういうこと、なんか食べてみたいって。なんか食べたいじゃなくて、なんか食べてみたい。一切食べたことがない人間ってこと。ベロームっていうのは、ベローム人間じゃないのかな。え、行けたのか。あ、ベロームじゃん、ベロームだよな、あの水門のとこにいたやつ。うん、みんな美味しそうだな、なんだか食べたくなってきたんだな。いただきます。おい、やめろやめろやめろ。戦いか、やっぱこいつ戦うか。どうしよっかな。いきなり G のブラスト行ってみる。敵、あ、でも全体攻撃かこれ。じゃあ一旦まあ見てみるか、強くなったか G の。いや、弱いかも、こんな強くねえわ。こっちはマリオを当てることもできるくらい強くなったぜ。最強になって帰ってきたぞ G の。 G のじゃねえわ、ベローム。あ、俺だ、やばい、いや強い、やばい強い。ちょっと待って、じゃあピーチに帰るか。あー、眠らないよなこいつは、どうせ。いやでもお腹いっぱいになったら眠るかもな。ちょ、変えてみるか、マロ。ちょ、一回何考えてるので体力見てみる、こいつの。792、ほんほん、強いな、シンプルめっちゃ強いな。おいらは味を覚えるとその人のコピーを作れるんだな。試しにやってみるんだな。嫌な予感する。みんなうまそうに見えるんだな、味を確かめるんだな。マロ、おい、やっぱりこの味が最高なんだな。え、どういうこと、出来上がったんだな。うわすごい、偽マロ。すごいな、クオリティが。ちょ、偽マロから倒すか、まず。そんな強くねえぞ、でもマロの攻撃は。マロ VS マロ、いいじゃねえか、マロ VS マロ。お、倒した、ナイスマロ。やっぱ本物のマロが最強だ。ちょ、マリオ早く起きろ。おっそー、全員寝てる、変えても寝とる、こいつらバカにしやがって俺のこと。おい、マジでクッパはダメだ、クッパを食べるな、クッパを食べるな。偽クッパだ、絶対強いやんこいつ。それもう、あ、起きた起きた起きた。よし、じゃあウルトラジャンプいくか。待って、ダメージ入ってる感じしないよねこれ。あ、右にもこれクッパにダメージ入ってるこれ。何これ、俺が選んでるわけじゃない。あ、134、強っ、そんな技あんの、見たことないよ俺そんな技。寝かすなってベローム。あ、よかった、マリオはまだ寝てない。いやこれ待って、一撃で偽クッパ倒すか。外した、くっそ、タイミングわからん。クッパ VS クッパ見たかったけどな。まあ一旦偽クッパ倒した方がいいなこれ。強かった、お、100%じゃん。はあ、 G のやばい。偽クッパ2体目来る、ちょっと待ってくれ。おい、これ復活ドリンクで、これ待って、スキップして、あ、寝とんのか、何やってんだ。ちょっと復活ドリンクで G の復活させて、よし、で、あ、当たりが出たらもう一個。復活ドリンクだけ別格だよな、強さ。冷静に考えたら。死者蘇生だもんね。なんだ？なんだ？
うわあ。全員寝た。ちょっと待って、マジでマジで起きて。マリオナイス。マリオ分かってんね、やっぱ。11ちょっと入れ替えて、ちょ、あ、お助けキルプになるのこれ。そっか、ジーノが寝てるからか。おい起きろジーノ。リフレッシュドリンク使おう。ジーノ起きろ。スターの力を使うぞ。もうラチがあかねえこいつら。きた、三人技行くぜ。さあ行こう。行け88 57。どうだどうだどうだ、行け行け。倒したか。強いこいつらマジですぜ。あーまあ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 いいでしょう。ちょっとこっちから倒そう、偽クッパから。まあどっちも偽クッパなんだけど。よし倒した。でクッパ、マリオをぶちつけるクッパに。意味わからん。よっしゃナイス。またジーノ行くのこいつ。何の味がするって言った今。もう偽ジーノいいよ。でもな、倒さないとどんどん増殖されたらやばいことになりそうだもんな。つえ、ちゃんと攻撃までパクってるわこいつら。よし127ナイス。ちょっとスーパージャンプ使うか。ウルトラにする必要はないもんな。スーパージャンプで冷静に。こいつ目4つあって気持ち悪いな。てか冷静に見たら怖いね。こんなやつになんか地下のさ道路とかで遭遇したらもう泣いちゃうよ俺。 OK、 舐めるだけの攻撃ありがて。あー一撃は絶対無理だもんな。うわどうしようかな。普通に攻撃でいいか。114。あとどれくらい体力あるんだろう。もうマリオ投げることしかできねえわ。いやーもうさすがにスーパージャンプな気がするけどね。通常攻撃だとこれマジでこいつ死なねえ気がする。体力絶対多いし。よし行くぞー。冷静に冷静に行くよ。ダメージをどんどん与えていくよ。168。おうん、なんだな、そろそろお腹が減ってきたんだな。まだいっぱい食べたよ。早くご飯を食べに帰るんだな。ベロベロバッハイなんだな。お、勝ったのか。よしよしよし。なんかでもあいつは絶対倒れはしないんだな。めっちゃ意地汚いやつじゃない。絶対倒れはしない。ベロームが一番やべえやつかも。よしで踏むと。さあ行くぞ。よしこれで。お、なんだこいつ。もうほんのする。いや懐かしいねこの景色。僕がこういろんな街を見に行ってきてね、しばらくぶりに帰ってきたんで。見てくれたまえ、そこの土管手羽相当に懐かしいじゃないか。いよいよ我がふるさとモンスタウンだ。あーこいつも悪さをしたのか昔。じゃお先に失敬するよ。へー行った。なんだろうこれ、話したことによってなんか変わんのかな。モンスタウン、なんだなんだ、すっごい入り口ウェルカム。もうなんか試されてる感すごいけどこれ。は？武器屋とかってことか。待てよ、すっごい崖にある。ちょ、まあ、順番に入っていくか。お邪魔します。あ、なんだ、意外と人間がいる。人間っていうかキノピコが、キノピオがいるんだな。モンスターバーさん。おやまあ、こんなところまでよく来たね。ここはモンスターの集う町、その名もモンスタウン。わしが大家のモンスターバーさんじゃ。大家ってこの概念あんのか。違法に住んでるだろスター。ああうちのスターを見に来たのかい。2階にあるから勝手に見ておいき。え、どういうこと、何これって。か風量設定強風離しこ。え、強風になった。分からん、扇風機か今の。おい違うじゃん。何やってんだ何やってんだ、なんか踊ってる。何もしないところでジャンプしてみたらなんと宝箱ができた。あなたはこんな経験をしたことありますか。これを私たちは隠し宝箱と呼んでます。隠してある宝箱という意味です。全部見つけたつもりでもあと34個の隠し宝箱があなたを叩かれるのを待っています。そんなんだ。僕はいろんな街に、あ、こいつはさっきのやつじゃない。いろんな街に行ってみたし、いろんな人にも会えたんだよ。
中でも一番面白かったのは、近頃ローズタウンに引っ越してきたおじいさんさ。めっぽう変わった人だからどうだい、君も一度会ってみては。ローズタウンにいるおじいさん、へえ。どうでした、うちのスターは可愛いじゃろ。あ、別のスターでした。歌って踊れるアイドルじゃ、そっちのスターね。わざわざ見に来る人がいるなんて、あの子も随分有名になったの。いや、あそこで踊っててもダメでしょ。マリオ、そんなことできんだ。スターピース、なんじゃそりゃ、そんなもん知らんわい。お主、それを探して旅をしておるかのかい。遠いところまでご苦労さん。この辺はもう世界の端っこだから、まだ見つからないとすれば、あと残るは雲の上じゃな。雲の上、そんなところにも行くのか。うふふ、行きたいんじゃな。わかりやすいやつじゃの。雲の上に行くにはビーンズバレーという場所に秘密があるらしいんじゃ。しかし、あそこに行くためには砂漠の先の高い崖を越えなくてはならん。お主な、なかなかいい男だから、頼りになるやつを紹介してやるぞい。パタパタ隊カモン。パタパタ、え、パタパタイか、パタパタだろうね。壁突き破ってこなかった今。何秒だ。 8.52 秒になります。何競ってんだ。パタパタイ、今とただいま到着いたしました。8秒以内に来る予定が 0.52 秒もオーバーして してしまいました。これも全て自分の不徳の致すところ。いいよ別に。相変わらずクソ真面目じゃの。クソ真面目。くだらんことを気にするな。それよりもちょっと頼みがあるんじゃ。は、何でありますか。この子がビーンズバレーに行きたがっとる。あそこの崖を登れるようにしてやってほしいんじゃ。はい、行きたいんです。イエスサー。意外と簡単に。作戦復唱します。ヒゲに崖を登らせる。おい、ヒゲ誰、おい、誰がヒゲじゃ。おい、了解しました。これより我々はカントリーロードの崖に向かう。遅れないようにしっかりついてこい。いいな。作戦かかれ。大丈夫なのあれ。これでオッケーじゃ。頑張って探してきなされ。てかさ、ちょっと気になったんだけどさ、このさ、このこれ何。あー、これ音階かこれ。あー、これあれだ、あのカエルのさ、とこであったあの音楽家のあそこのあれの曲ってことか。へえ、こういうとこにもあんだね。もう敵だもんな普通に。おめえの技だよ、スーパージャンプってなんだろう。あれすげえな、あんな連続でぴょんぴょん飛べるなんてよ。ある数字からの情報によると、最高20回飛んだらしいじゃねえか。俺は驚いちまったよ。でも20回が最高なんだ。ま、無理だと思うけども、30回以上連続で飛べたらお祝いのプレゼントやるよ。なんで敵からプレゼントもらうんだ。たまに隣の絵からブツブツ独り言が聞こえるのよね。クリスタルの封印がどうのとか、邪悪なパワーがどうのって、どんな人が住んでるのか知らん。クリスタルってピカピカ光る石でしょ。何かで聞いたことあるわ。普通に喋るんだこいつら。うわ、危な。お主、軽やかなジャンプで活躍しとるらしいの。もうなんか全員構成してんな。ここか、封印されています。あー、なんか怪しいね。はい、いらっしゃいまし、ちょっと待ちください。クリジェンヌ。あ、クリジェンヌ。え、クッパ様、お久しぶりです。カジオに立ち向かうなんて、あたいには辛かったんです。え、逃げてきたのか。あれからいろいろとあったけど、今はこうしてこの町でお店を営んでいます。ほら、みんなご挨拶なさい、クッパのおじいちゃんよ。かわいい。こんにちは。いつの日か使っていただこうと思っていたクッパ様の装備品もあります。おお、アイテムをご用意することで少しでもクッパ様のお役に立てれば嬉しいですわ。心配するな。現在我が輩は、え、まあまあ役に立つ4人の部下と順調に城を目指しておる。お前はお前の幸せを探すのだ。元気でな。え、いいやつ、めっちゃいいやつ。ガチ？クッパ、クッパガチ。キノコ値段4、キノコ買っとくか。10個買っとくか。よし、ありがとうね、お手伝い。あ、全員キノコなんだ。いらっしゃいまし。スーパーキノコ買っといて、メープル復活ドリンク、まあいっか。
トゲトゲワンワン、これ買っとくか。94、 OK。 無敵の甲羅、魔法防御プラス1、でも弱いな。無敵じゃねえ全然、嘘つきだ。でこっちは何、ご自由に お休みください。 U さん、なんだ U さんって。え、お電気した。おはは寝方よ。何 U さんって。え、おはよう。あれ起きれない。あ、レイホーです。テレサです。やばい。カロンです。やばいぞ、罠か。僕たちお化け3人組アンデッド3、その3か。アンデッドさん、 U さん寝てるね。本当よく寝てるね。鼻から風船出してるよ、風船。それ見えるんだね。ねえねえ、眠ったままでいいから僕たちの話聞いてね。突然だけど僕たちとお札探しゲームで遊ぼう。え、そうそう、僕たちが今から一人一個ずつワールドのどっかにお札を隠すよ。お札、んだんだ、三つとも見つかれば豪華な商品が君のもの。それじゃ隠しに行くよ、隠しタイム。え、ワールドってどこ。おお、黒髪来た。少々お待ちください。なんなの、あのキノコのランプもなんなん。ただいま。僕はね、木でできたお花の後ろに隠したよ。わからん、どこだ。僕はね、緑のベッドの近く、緑のベッドの下、 O と A の間。僕らのお札は目には見えないから隠し場所が分かったらちゃんとそこで調べて。むず、木でできた花。ちょっと探しに行ってみる一回。何それ、木でできた花。地図見て、可能性があるのは木でできた花。ローズタウンか、ローズタウンか、木でできた花。あれ、こんな感じだったっけ。あ、なんだ、え、あ、戻った、ローズタウンが。え、ローズタウンが戻った。これ木でできた花じゃない。あ、やったやった、普通に見つかった。で、ちょっと待って、意外と簡単だったな。 O と A の間、なんだ O と A の間。あと緑のさ、ベッドの下、緑ベッド。マリオの家なんじゃないの。マリオの家、緑のベッドじゃなかったか。さすがに違う。いや、緑のベッドだけど俺。やっとすごい俺。 O と A の間、マリオハウ。さすがに同じ場所じゃねえか。なんか、文字書いたとこあった。ウェルカム、ウェルカム。ちょっと待ってよ、キノコ城とかか。 O と A の間、 O と A の間。やっべ、これむずいぞ。 O と A の間は見当もつかねえわ。あ、 O と A の間だ。っていうか、てかここ待って、そういえば動画で紹介してないか。あのね、ここね、ヨースター島ってとこに今いて、まあ、これどこかっていうと、パイプダンジョンだ。このパイプダンジョンっていうのがあって、これをなんか動画界で進めたのよ、レベルアップのために、経験値集めのために。そしたらね、なんかヨースター島に着いたんだよね。でこれ動画で紹介するの忘れたんだけど、そうヨッシーがいいのよ。いやマリオ、ヨースターようこそ。この島では今かけっこが大流行り。これカッコついてるけど、どういうこと？脳内に直接？ところが困ったことが起きてるんだ。とにかくみんなの話を聞いてあげて。え、みんなの言ってことがわかんない？じゃあ僕がこの町を、この島をご案内しよう。僕に乗ってごらん。え、やっと。よし、やった。てか O と A の間調べる。やった、テレサのお札見つかったわ。かけっこが一番早いワッシーが威張ってるんだ。こいつか。かけっこしてればつまんないことなんてないさ。そういえばこの間ドゥカティの方にお星様が落ちたのみたい。え、ドゥカティ、みんな一緒にかけっこすればもっと楽しいのにな。ドゥカティってなんだ。あ、ワッシーこいつか。ふん、クッキーを持ってこないとかけっこしてらないぞ。なんだクッキーって。クッキー、
何も入ってない。クッキー、よし今日はワッシーに勝てそうかい。うん、じゃあ僕のクッキーをあげるから頑張って。おやっとクッキーもらった。ワッシーは1対1でしか勝負してないからみんなで覚悟はできないんだ。困ったな。いや、いいやつだろ普通に。正々堂々としていいじゃん。何なんだろうこれ、俺わかんねえぞ。てかこれヨッシー振りじゃね、マリオ乗せて走んの。ヨッシーレース、 A と B を交互に叩く。どういうこと。レース中 Y を押してクッキーを使うとさらに速い。へえ、交互に。待て、もう一回、ちょっと待って、交互に、普通にこう、普通に冷静に一回やってみるか。もうリズムに合わせて、は1は、はい、なるほどね、なるほど、はい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 、なるほどね。あ、こんなもんでいいんだ。あ、意外と簡単かも。はい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 の、今日負けないからな。いつだ、はい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 、いくよ。はい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 、わし、クッキー、クッキー、クッキー使って、クッキー使って、クッキー使った、は、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、クッキーどうやって使うの。ワイでクッキー使えないんだけど。は、ワイ押してるよ、クッキー3個、ちょっと、あ、使った、おっそ、ちょ、おっそ、ちょっと待って、おっそ、ちょっと待って待って、クッキーに使わない方がいいわこれ。ちょ、もう一回やらして、これ1日1回だけ、待て待て、1日1回だけなんか。クッキーちょうだい、あ、勝てそう勝てそう、よしよしよし、絶対勝つ絶対勝つ。待って待って待って、あのね、クッキーを食べるとかちょっとよくわかんないかったから、あれ使わなくていいわ。うん、大丈夫、聞かない、よし行くぞ。はい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 ね、行くよ、冷静に行くよ、冷静に、はい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 、いいよ。なんだ、ん、もっと、はは、全然わからん、全然、え、めっちゃむずい、あいつ早っ、マジで言ってる。いいよ、待て、あっぶね、あぶねえ、勝ったー、はあ、よし勝ったぞ勝ったぞ、すごいじゃん、ワッシーに勝っちゃったよ。ヨッシーが今日から一番偉い、うおー、生きてるだけで一番偉い。げっ、お前いつからそんな速くなった、しょうがない、今日からお前が威張れるぞ、好きな相手を選べよ。なるべく遅いやつを選んだ方がクッキーを巻き上げやすいぞ。おい、教えてくれるんだ、僕は偉くなくてもいいよ、みんなと楽しくかけっこができればそれでいいんだ、いいやつ、めっちゃいいやつじゃんヨッシー。さ、ワッシーもみんなと一緒にまたかけっこしよう。うん、よし、今度は負けないぞ。そうだ、これが勝ち分のクッキーだ。クッキーで何に使うんだ。かけっこで1枚泣いたし、みんなでかけっこができるようになったし、マリオありがとう、よかったよかった。あ、お礼と言っちゃなんだけど、これもらってって。ヨッシーのクッキー、今度はマリオがバトで困った時これを使って僕を呼んでね、きっと役に立つから。へえ、ヨッシー呼べるようになった。 OK、 いや間違うのよそんなことしてる場合じゃないのよ俺は今。そういえば忘れてたわ完全に。モンスタウンだよ、モンスタウン集めたのよ3つ。あれ何ここ、これ何だっけ、お帰りはこちら、違う違う違う、え、これ何ここ、あ、こっから帰れるんだ。ちょっと待って、これ隠したのか、何になってんの、気になる、隠したのか気になる、どこだ、ない、この上とかか、え、ないないないぞ隠したからか、おい、どこだ一体、くそ、こんなに探してない、そんなことある、マジでないな、なんでないんだよ、え、これもうなくない、え、ないない、もういい、おい待て、見つけたぞ、どの家だっけ、こっちだ、おい3つ集めたぞ、もう一回寝ればいいんか、これどうなった、集めたぞえ、来た、おめでとう、3つのお札が揃いました、
やるね。やるもんだね。僕たちも楽しかったよ。遊んでくれてありがとう。何もらえるんだろう。それでは豪華商品の授与です。寝てる時に何？え？ワンアップの音したけど。それではおはよう。ワンアップの音したけど今。何？豪華商品って。え、何をもらったのマジで。え？え？キノコとキノコだけどって書いてある。何これ、普通のキノコじゃないのもらってる。いや、これあのショップで買ったやつか。これ何もらったんださっき。装備とか。え、わからんわからんわからん。あ、幽霊勲章。バトル中防御力倍。超強えじゃん。幽霊勲章やった。え、ここのキノコショップ、このショップなんかおかしいな。これ本当にいいキノコなんか食べて。なんか別のキノコもらってんだ。何これ穴。お、あ、セーブ。まさかのセーブ。見えないところにあるんだけど、セーブが。あ、間違えた。もう一回入っちゃった。これ罠だな結構。こっちはなんだこのマーク、 J のマーク。何ここ。ノコやん。誰だ。先生は留守だぞ。あ、ノコやん。待って、クッパめっちゃ部下に逃げられとる。クッパ様お久しぶりです。カジオに立ち向かないなんて私では力不足でした。絶対嘘だ。ブラック企業なんだクッパ城って。あれからいろいろありましたが、今はこうしてジャッキー先生の道場でお世話になっています。ここで修行を積み、いつの日か立派な格闘家になってクッパ様のお出戻り帰ります。絶対帰ってこないよ。心配すんな。現在我が輩はまあまあ役に立つ4人の部下と順調に城を目指しておる。お前はお前の生きる道を探すのだ。強くなれよ。そう、格好つけの何それ。外出中。昔よく踏んづけられたマリオさんとぜひ腕試しがしたいのです。試合をしていただけませんか。しない。へえ、マリオさんに怖がられるなんて私も鼻が高いです。スルー。ぶっ潰す、ぶっ潰す、ぶっ潰す。よし戦おう。おい、お前、俺にはGのカッターがある。マリオが出る必要もすらない。まずどうだ。あ、62。クッパ、いきなりクッパ狙ってきた。なかなかやるね。あれ、マリオ投げなくなった。160。マリオ投げなくなったんだ。なんで、なんでなんだろう。スーパージャンプするか。これ待って、あー、ダメージ入んないやつだ。やめよう。クッパしか狙ってこない。やめてあげてよ、本当に本当にやめてあげて。なんでこれ変わったんだ。俺変えたっけ、なんかクッパのやつアイテム。グリーンチャーチ、あ、そっか、変えたのか。さっきなんかクッパのあの子分がやってるショップで俺買ったのか。強か。え、終わり。弱っ。逆に。ムム、さすがです。ジャンプだけでなく戦っても強い。やはりマリオさんはグレート。お見事。あれ、え、てかなんかいる。先生、戻られたんですか。先生。おうよ。気配を悟られるようじゃ格闘家としても甘い甘い。ちっちゃちっちゃ。はいや。君の戦いぶりじっくり見させてもらったよ。はいや。挑戦ならいつでも受けよう。いや、いいです。いや、いや、いいです。やるかい。やるってやっちゃった。まあいいや、まあやるか。うお、はいや、はいや、追いつけてない。強そう。まじ、強いよジャッキー。こいつ一筋縄じゃいかねえかも。76。まあスーパージャンプだろう。でも多分食らうよね。よし、スーパージャンプ食らう。マリオのスーパージャンプ30回いったらなんか景品とか言ったからな。あいつここでこのジャッキー相手に30回とかいけたらいいんだけど。いやーきつい。いってー、なかなかやるね。で、一夜キノコ使って、だから、あ、そうだ、あのさっき買ったキノコ使ってみよう一回。だけどってなんだろう。もうなんか調べてたな。サンキュー、サンチュ回復。なんだ、おい、なんだこれ、ハズレアイテムじゃねえかマジで。86。いつ戻るんだこいつは。根性アップ。今さら師匠が戦いの時に根性アップ鍛えてるってやだろ。
のこやんからしたら。ほら34。くそ、なんて卑怯なやつなんだ。全然意味ねえ。30以上食らったダメージ。捨てようこのキノコ、マジで。でもちょっとスタルクラックしてる。なんだよマジで、ピーチかよ。ジャッキーなかなか強いね。6。うわくそ強え、強すぎる。スーパージャンプするか。30超えたいな。どこのタイミングだ俺、なんで毎回ミスんだろうな。踏んだタイミングだよねこれ。なんでなんだろう、なんで15、6回で毎回ミスるんだろう俺は。わからん。いや毎回16回とかでミスんな。すえー、それ避けれねえし。え、ちょっと何それ、ひどくない今の。こいつ卑怯だぞ。やべえ、全然避けるタイミングわかんねえ。強すぎ。ちょっとさすがに雪やコンコンで、なんだ特大雪だるまで雪ぜ敵全体団体に電撃。どうだ、え、向こうかい。ちょ待って、強えかも。ちょシンプルにめっちゃ強えこいつ。やべえ、ファイヤー、燃えろー。向こうなん、ちょ待って、やばい。めっちゃ強い。ちょっと待って、ちょっと待てよ、こいつ本物かもしれない。本物、やっべやっべ。ちょっと待てよ、スペシャルで何考えてるんでしょう。体力みたい。どうだ、78。あ、いけそう意外といけそう。10年早いんだよ。そんなこと考えてんの、もうお前瀕死だぞ意外と。78は勝ったぞ絶対これ。いやー、まあクッパに変えとく。てかキノコ、おお戻った、奇跡的に。78ならいけるだろ。40勝った、ふっ、見事だ。弱っ、最後弱っ。これなんか景品もらえるか。ちょっと油断しちゃったよ。君も結構やるんだね。うわやっぱあれだな、弟子の前だからかっこよく出るわ。思いっきり手加減したんだ。君が強いわけじゃないからね、勘違いしないように。やだやつ、負け認めろ。てか何もないん、やるか。やんねえよ。ありゃりゃ、ビビっちゃったのか。なんだこいつマジで。何ここマジ、何もないん、はぁ、マジでありえんわ、マジでありえん。で、なんだっけ、なんだっけ、ちょっと待って、封印も解きたいけど、ん、なんか言われたよね、なんかどっか行きましょうみたいな。ってか、あ、タルコは戻ってんだ、元に。これ抜ければいいのかな、このまま。お帰りはこちら、こっち行ったら、あ、ここか、カントリーロード。はいはいはい、カントリーロードの崖を越えろみたいに言われたもんね、なんかそういえば。そういや言われたわ、忘れてた。隠したからどこだろう、なんだここ。あ、待って、来てない場所来た。これは、うわー出たよし、全員配置完了。ここだったのか。良いか、マリオくん、ここがゴールだ。我がパタパ単位の甲羅を飛び移り、ここまで登るのだ。そんな無茶な、いいんすか、借りますね、背中踏みつぶしてやる。なんかありそう。でもこれ隠した宝箱の音は鳴ってない。待って、なんか時間制限。ちょっと待って待って、うむ、慌てず急げ。さあもう一度だ。これ話になんないでしょ、一人にも乗れなかった今。その焦らせるのやめて、焦らせる音やめて。あ、怖っ。あ、むず、めちゃ難しいこれ。ちょっと待てよ、一番苦手だわこれ。しかもあのカメラ視点がね、なかなか難しい。よし、いいよ、ここ、オッケーで、ここ、オッケーで、ここ、オッケーで、こっちで、慌てんな慌てんな慌てんな。まだ、そう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 、このパタパタで乗ってないから、多分全部乗んなきゃいけないパターンなんだよね。よっしゃ、到着時間は19秒19。行く行く、まずまずだな。次のマップに行く行くってことだな、これは。よし、行こう。なんかこれ早かったらなんかもらえんのかな。よーし、ビーンズバレー来たね。なんだなんだ、どっちだ、なんか奥もありそう。あれ、
さあ倒したぞ、スーパーキノコゲット。預かりボックスでどこから取れるんだろうね、これ。一回入ってみるか。うわ、なんか、え、なにここ大ハズレ、大ハズレ来たわ。こっちが正解か。うわー、隠し宝箱あるし、これまた隠し宝箱にモヤモヤするんだろうな、ここは。ほんとモヤモヤしそう。ねえねえ、隠し宝箱がね、おい、どこにあんだ、おい、ここの上とか。ねえ、隠し宝箱がね、もう行くから俺、見つかんねえわ。こっち行ってみるか。うわー、なんだこれ。とりあえずセーブがある方へ奥へ行きます。水やってる成長した。なんかあんのかな、下に。ちょっと一回戦ってみるか。つぼみ、この名前なんだ。戦ってみて、見せた。あ、どうした。ランランラン、え、なにこれ。突然だけど水まく時間よ。ランランラン、シーシー、これ何や。うわ、余計なことしやがって、ヘイホー。厄介だぞこれは。いて、いて、結構遠距離攻撃。あ、倒した。よし、どうだ。あれもそんな強くない。マジで、え、何回来るんこれ。枯れないようにたっぷりあげるの。待って、これ無限ループじゃないか。待って、自分で逃げる選択するまでとかじゃないよね。おい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 、とんでもないことしやがって。32、いて。でも1対1体の攻撃はそんな強くない。いて、どうだ、いいよ、ほら、どうだ。114、ほい。これらさすがにラストか。どうだ、まだか。ほい、倒したか。もうないもんね、つぼみが。え、もうないだろ。え、今度の水はちょっぴり刺激が強いの。マジで、おい、マジで余計なことすんなよお前。おいおい、何したんだ。おいおいおい、なーに、ボス戦じゃんほぼこれ。ボス戦、え、クイーンフラワー、ボス戦ガチで。サニアドツ工場、何こいつ、こんな感じで出てくんの。びっくりしたんだけど俺。いけ、9986、いいよ。103、96、いいよ、いいね。何何、寝かす、すぐ寝かす。おー、起こす。何、桜、いや強いそれ。おい、やばい、これやべえよ結構。いやー、何考えてるの。うーん、雷どっかに使うか。どうだ、46、弱、体力回復してる場合じゃないのよ。ピーチ行くか。日だな、待って、間違えたね今。マリオ交換する意味ないしな。やめてー、いつだ防御。やべ、一回スキップしようか。どっちみち一緒だから。ちょ、でさすがに回復しといた方がいいか、それ。マリオ、マリオさん、サンキューじゃないのよ、キノコの分際で。マロ寝るな、寝るなマロ。強よ、よく耐えたピーチ。あれピーチなんか本当に。つか、マロ寝てんのか。やっべやっべ、あ、向こうだよな、さすがに。やっべーピーチ。さあ、じゃあクッパに帰るか。起きて、頼むから起きて、マロ起きて。地獄、なんだ向こうだろ。お、カカシ、まあカカシでもいいんだよな別に。結局 OK57、 でも弱いな。ナイスマリオ。ウルトラジャンプしちゃう。いや、火には火を。いくぞ、果たしてこれが本当に強いのかどうかわからん。47、うわ、よっべー。テストするか。よっしゃー、あ、いて、クッパさん。いやー、でもこれもいつだ、タイミング。57、そんな強くないなマジで。スーパーチャンプするか。まあダメージ絶対入るから。うわ、すげえ顔震えてる。
震えてるとか上下に揺すってる。いいよ。ほい。58か。弱え。マロ。マロマジ。強いよマロ。一回防御して。普通のが強い。120。普通のが強い。もう普通攻撃が強くなりすぎてる。魔法攻撃上げてないからか、あんまり。クッパー。しゃあね。まあこいつがボスだとしたら全然もう全部使ってもいい。すべて使おう。あ、いいよいいよ。受けてくれ受けてくれ。 G の全部受けてくれ。でも俺にはあるんだぜってところ。あ、コイルがアップしちゃった。あ、でもいいのか。マリオのコイルがアップしてで、いけ170。やった。倒しました。でかい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 。お、ピーチ。一応なんかミニボス戦みたいな感じか。お口にチャック。一応ミニボス戦みたいな感じなのかな。あらららら、クイーンフラワーがやれてしまった。このままではマルガリータ様に怒られてしまうっす。美味しそうな名前。マルゲリータかそれは。マシュマロの国には誰も入ってはならぬと言いつけられていたのに。マシュマロの国。どうしよう。全部言っちゃう。逃げちゃうっす。全部言った。あ、なんだ。マシュマロの国、よく育つ種だそうだ。持ってくか。じゃあ持ってくか。種を手に入れた。何に使うんだろうね一体。マシュマロの国、なんだ。お、あ、雲の国かな、もしかして。マシュマロの国ってそういうことか。雲、マシュマロっぽいもんね。お、なんとブロックから豆の木が生えてきた。豆の木に登るにはもう一回ブロックを叩いてね。急にナレーションなんなのそれ。おお、おーい。登り方おもろ。うわー、すげえ豆の木。雲の上来た。ツタの登り方。登るツタの周りを回る。進む方向に傾けて B で飛び移る。下の影によく注意して登りましょう。マシュマロ国道路界は。めっちゃ、わあ、むずー。待てよ、めっちゃ難しいかもこれ。あ、このまま登れんのか。で、え、下の影に気をつけてっていうのはどういうこと。いや、もうコイン取ってられないよこれ。結構難しいぞこれ。あぶねえ。カエルコインいただきて。よっしゃ。カエルコインは実は必要。お、これはファイフラワー違うか。あれかな、フラワーが増えるやつではないのか。シンプルフラワーか。どっちだ。オレンジ一旦こっち。うわ、カエルコインあんじゃん。よし。コインどれくらい必要なんだろうな。そんないらないよな別に。もう今すごいツタだな。手がすごい形のツタ。なんか全然想像してたツタと違う。横移動して、よしよし、乗って。あ、めっちゃコインある。これ取ってくべきだろう、さすがに。全取り、さすがに全取りしていこう。回れ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 。しゃあ、乗り切った。温泉、温泉、え、ワープ、温泉。めっちゃ気になるけどな、温泉。ワープだよね多分。こっちは帰り道。あ、でも上に飛ぶの一緒か。ワープしてみる。何が違うんだ。マシュマロの国、ワープってそういうこと。ワープってそういうことか。あのマップをね。こっちは、おお。すげえ、クモたちが住んでる。みんな、ちょっと聞くざます。マルガリータさんだ。マシュマロ王の病気が一向によくならないので、この国を治める人がいないのざます。マシュマロ王。しかし私マルガリータが行方不明だったマロ王子を見つけたざます。マロ、
マロってここの国の王子だったの？マロ王子どうぞ。いや待って、俺の仲間いるぞ。どうぞ。え、どういうこと？いるぞ。あら、王子も久しぶりに大勢の人前に出るので恥ずかしいのかしら。おほほほほほ。え、ちょっと早くするザマス。通れない、そんなに太ってるからザマス。マロじゃないって。これはマロ王子ザマス。黒いだろどう見ても。おかえりなさいマロ王子。何を見てたんだ今まで。太りましたねマロ王子。そこじゃないだろ。真っ黒ですねマロ王子。そこだよ。何ですか王子。ま、この私が、そんなでも王子がどうしてもとおっしゃるなら。決心したザマス。悩みましたが王子の王政付けにより女王を務めさせていただくザマス。おい八百長、マルガリータ女王、あーなんて素敵な響きザマシよ。そういうことになりました。では皆の者ごきげんよう。マロ王子だったんだ、マシュマロ国の。なんと偶然にも僕と同じ名前の王子様がいたんですね。めっちゃ鈍感。さあ次のスターピース早く探しましょう。偶然なわけねえだろ、マリオも気づけ。隠したからか、あるちょっと買うか。スーパーキノコ、いや持ってんな。復活ドリンクか、あもうマックスか。お、デカパンチグローブ、攻撃力上がる。買っとくか。くっつきグローブ、いや攻撃力が結局最強だからな。センス、ハイセンスなセンスでハリセン攻撃です。びっくりした、センスってあのセンスの方かと思った。待って、攻撃力上げたいな。一旦マリオだけ上げるか。ちょ、さすがに足りねえ。あとクッパないのか。じゃあ G の上げとくか。いやまあ G の上げとこ。金がなくなっちまった、さすがに。どうにあんだかしたらばこ上だろ。あった、カエルコイン。カエルコインすごいな、いっぱいあんね。お、ここにあるやもある。まあでもまあマックスか全員。うん、ちょっとこれマロ王子は本物はこっちにいるってこと言いに行った方がいいんじゃねえか。マシュマロは銅像が大好きなのよ、城の中にいっぱいあるの。へえ、謎の情報をゲットした。すげえな。背景の雲かわいい。じゃあ行くか。お前なんだ、入れない。どうやって入れんだ。こっちは彫刻家ガロの家、なんかやりそうだな。私は彫刻家のガロ。マロとガロと、以前はマシュマロ王の銅像をよく作ってたが、てか奥のさ銅像マロじゃない完全に。最近マルガリータの銅像を作れという注文がやたら多くてね。これマロでしょ完全に。あ、僕だ。いやそれかい、それはマシュマロ王の若い頃の。ぐっ、坊やは。こんにちは、僕マロと言います。でこちらがマリオさん。マロ、やはりそうですか。王子すっかり大きくなりましたね。飛びすぎ飛びすぎ。僕が王子。気づくの遅。どこ行ったマリオ。あ、教えてんのかな今。おお、すごいな、すごいな、変身技術がマリオの。うん、すごいな、もうルパン三世だよこいつの変装技術。なるほど、そのカエル仙人に育てられたのか。よく伝わったね。やはりマロ王子に違いありません。ということでマリオさん、僕は王子です。急に今から敬語で話せ貴様とか言い出したらどうしよう。図が高いとか言い出したらどうしよう。しかしあのマルガリータとかいう女はどうもおかしいと思った。ということはひょっとすると王子の父上マロー、マシュマロ王の病気も嘘。嘘だね。では早く城の中のパパとママを助けてあげなくては。怒ってる怒ってる怒ってる。言ったぞ一人で。お前なんだ、入れない。へえ、ダメだったっぽい。彫刻になりすましたりすんのかな。そうだ、いい考えがあります。ちょっとこちらへ。こちらへ。はい、用意はいいですか。うん、わからんけど。
ではちょっとの間じっとしててください。絶対彫刻にするパターンじゃんこれ。違うか。なんだなんだ。おーおおこれでよし。すげえ。あ、動いちゃいけません。銅像のように振る舞うんです。いいですね。では行きましょう。どうやって移動してんだよおい。どうやって移動してんだよ。すげえ、こうやって入るんだ。注文の資料持ってきたぞ。よい、入れてやる。待て、やばい、これマルガリータ様に似てない。やめろ、おいやめろ。これはマルガリータの父の母の息子の子供、アラビアータの銅像だ。だいぶ遠いな。それなら入れてやる。なんか情報がガバガバなんだけど、こいつら警備。入れた、やったぜ。おおすげえ。ふっ、危なかった。口から出まかせでうまくいきました。本当はアラビアータなんていないのに。すごいな。なんだ。ま、相変わらず素晴らしい出来栄え様す。私の美しさが見事に出ているわ。さすがガロ、ありがとうございます。では私はこれで。ちょいとお待ち。やばい、この薄汚い銅像は何。そんなこと言うな。マリオの扱いひどいな。それは私の最新作でございます。マルガリータ様のため特別にご用意いたしました。名付けて弟を訪ねて4000里。弟？ルイージか。ご覧ください、このふさふさとしたヒゲ、弟思いの優しさを表してみました。そしてこのしっかりとしたもみあげ、心の強さを表してみました。そしてこの足、どんな距離もひとっ飛びで届く強力なジャンプ力を表してみました。お気に召しましたでしょうか。ほう、私も芸術にはうるさい女、そしてこの銅像は素晴らしいざます。素晴らしいんかい。さすがガロ、私の美しさとこの銅像の力強さがまったりと調和するざます。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと待って、もうざますが映んのよ。では私はこれで。これ入れたけどどうすんのこれ。素晴らしい。ドド、何してんの、早くこの銅像を運ぶざます。ドドって避けるんですか。ドド、やっぱ家来みたいな感じかこいつ。まったく、さっさとしなさい。おお、大丈夫か。おい、何何言ってんの、どういうこと。やべえじゃん、マリオもこれされたらやばい。あ、怒ってんのかな、実はドドは。マリオも並べられた。え、なんだ、強度チェックか、やっぱり。何、どうしたいんだ。何何何、わからんわからんわからん。あ、動ける。すげえすげえ、金マリオ、金マリオだ。すげえ、ジャンプ音は一緒。このまま戦ったりするのかな。セーブします。とりあえず城の中に入り込んだぞ。よし、どうぞ。え、やばい、銅像はきちんと並べたざますか。そしたら今度はピカピカに磨くざます。私の美しさを引き立てなさい。どうなんの、なんなのよその顔は。言われたらすぐ取りかかるざます。やっべえ、ピカピカに。ドドはかなり不機嫌な様子。銅像の振りがバレないようにジャンプで切り抜けよう。ほら、足音が聞こえてきた。え、嘘でしょ、バレるだろ。ジャンプでってどういうこと。きた、なんだなんだなんだ、やばいやばいやばい。なるほどね、怖っ、今それね。やばい、いつ、いつだ、わからんわからん、よく気づかないな今。気づくだろ。やばい、あぶねえ、あぶねえ、来る、絶対来る、絶対来る、絶対もう一回来る。
絶対来るよ。マップがよ。あっぶね。よし。なんざますか。銅像が動いたと言いたそうな顔で顔言いたそうな顔ね。そんなバカなことがあるはずがないざます。さあ早く磨くざます。やべ。まだ？まだやんの？あれこれもしかして1から？さっきミスターハンテだったのかな？もしかして、あ、ミスターハンテになっちゃったんだ。もう一回1からだ。おもろこのシーン。若干 BGM 止まんのおもろ。戦い始まった。ちょっと待って。戦い始まったんだけど、ドドとの。シンプルに。え？これドド倒したらどうなんだ？だから倒さなきゃいけないのか。ミスったからかな、2回くらい。マジかよ。戦いたくなかったな。なんとか逃げ切りたかったけど、弱点だ。炎が。うえ、強え。いいね、本気出し切れね、マロ。怒りが現れてるわ。いいよ。いやーもうスーパーハイ使っちゃおう。いくぜ。よっしゃ、170。あー、やべ。え、なんだ。あー眠ったか。眠ったやないか。タイミングわからん。まあスーパーハイや。もうどうぞ許さないから、マジで燃やしてやる。全燃やし。どうだった。逃げた。勝ったのか。これどうなんの。え、あ、オッケーになったのか。あ、てかマリオに戻ってる。普通にマリオに戻った。え、戦いが結局行われんのかな。まああれか、隠し通すこともできるみたいな感じなのかな。行ってみよう。いやもう普通にいるけど、普通にいるけど。これ許され。こっちは戦いたくねえ、なるべく。なんじゃこりゃ。え、なになに、酔ってる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 。なんだ酔ってんな、めっちゃ。うわお。肥満パター、初めて見た。なんだあいつ、肥満パター。強えのかな。うわ、一見弱そうだけど。ミスるか。あ、太ったパタパタはジタバタしてる。なんか攻撃溜めてんじゃない？やばそう。どうしようかな。一回、いやー俺ジャンプで消すんな。どうだ？なるべく。でも背中がでかいからジャンプしやすいはず。おいし、そんな強くなかったわ。22。こっちは何なんだ一体。ジャンプジャンプ。よし抜けた。お、あぶね。あいつも同時になってた。え、何、なんだ、また肥満パタがいる。何この城の中、やべ。うわー、ピクミンみたいなやつ来た。デブピクミンみたいなやつ来た。よし、普通に弱かったわ。全然強くなかった。お、コイン2倍チャンス。あーまあやっとこう。ヨッシーのやつ簡単だから。これ右だね。しゃあ、コイン2倍、でかー。128コイン。こっちは、あー隠した宝箱ある。うわ、上にいる。これ上がれる。上がれねえじゃんこれ。上がれねえんだけど。これこっちは正解じゃないのか。いい、上から来てたら大丈夫そうだったな今見た感じ。あ、こいつ倒さなきゃいけないのか。おい邪魔だぞ。いやー、ほいほいほい、よーし、回ろう。大丈夫か。大丈夫ではないな。お、レベルアップか。魔法攻撃あげとくか。よし、さあ行こう。調べる。鍵がかかってる、マジか。こんな感じだ。一旦ここ開けとくか。お、ナイス。鍵ねー。あぶね。こっちは？うわ、宝箱ある。おい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 。さあ、倒したー。
よし、 HP1 のマロが頑張ってます。危ないっすね。おっぱい当たんの。さあ倒した。でこっちか。あ、ええ何これ。え怖っ。え怖っ、ここマップ外。えバグでしょこれほぼすげえ、マップ外だ。あ、何ここセーブがある。何この部屋。王様も温泉に入ればご病気も早く治るでしょうに。え温泉。なんと真ん中の部屋には大きな卵が置いてるんだ。時々卵を吐くんだけど、たまに身を守ってると跳ね返されるんだよ。どういうこと。何も言わずにこれもらってね。えフラワーセット。やっと。何も言わずに。やったぜ。なんだ買収された。私はこの城の見張りをしました。でもマルゲリータ様に鍵を全部取り上げられてしまったんです。もうクビになってしまったことだし。おこの合鍵もいらないので開けましょう。やったー。宮殿の鍵1。これでもいけんのかな。人からもらうパターン珍しいね。うわー誰だ。さあ倒した。これでこっちか。あーよし倒したぞ。ちょ冷静に行こう。冷静に。危ない。こうやって危ねえ。こっちはなんだちなみに。危ねえ。よーしどうした。まるでボス戦前にレベルアップをしてるかのようだよ。あなんだなんかこのさ上の扇風機みたいなやつって確か強風とか変えれんだよね。うわーさあどうした。これでオッケーと。よしでこれは。おフラワー。ちょっと広すぎない。え、なんだ風で飛ばされた。めっちゃここに帰ってくるん結局こっちは。あ、ここがここなんだ。逆にもう完全に理解したわここの構造。わーよしとした。これでここの鍵を開けると。きたー。やっと来た。うわーでっかい。これヨッシーの卵じゃない。トンダリア。ランランラン。卵ちゃんにもよく育つお水をあげましょうね。水はいらないのよ卵に。マリオはここまで来ちゃったのね。あ、え閉まってる。鍵がかかってて開かないっす。ふふふふ。え何。私寂しいの。遊んでくださる。遊んであげる。ありがとう。え戦い。怪しげなから。ちょっと待って、戦いなら言って。いや準備してこなければよかった。もっとちょっと待って待って待って。え遊びって戦いのこと。割れない全然。121。あちょっと割れた。でも普通にやるか。割れそう。敵のターンないわ一旦。割れて誰が出てくるんだろう。112。いやめっちゃ割れてきた。デイジー。はーい。あキャサリンだわ。そうデイジーちげえや。やべえ俺。そうキャサリンだ。俺好きなのにキャサリン。デイジーって言っちゃった今。キャサリンと戦うの？なんで？もう三人技やるか。なんでなの？これは。54、55、46、48、48。どうだ全然痛くなさそう。これ下から突き上げ36。激弱。もうちょっと溜めてこなかったな。そんなに強く叩かないで。余裕。あなたも寂しがり屋さんなのね。おいギリギリじゃない。私の熱い卵をあげる。防御しちゃ嫌よ。おいギリギリじゃねえか。大丈夫かこれ。待てよ。まあやるしかねえな。81。全然ダメージ入んないね。まあロイヤルシロップ使う。いやメイプルシロップ使う。よしやべえ。うわー避けれない全然。タイミング分かんないな俺マジで。よし54。まあスーパージャンプするか。ダメージ入りそうだからな。なんで俺はキャサリン戦ってんの今。全然わかんないんだけど。しかも仲間になったりしないでしょ別に倒しても。
意味わかんないけど、イースター島に帰ってくれ頼むから。イースター島？ヨッシー島か。 G のウェーブ、うーん、待てよ、いけ、全然ダメだ、痛い、強っ、やば、ちょっと待てよ、 G のカッター使うか。16、弱すぎる。おお、センスこれか。初めて見た女の戦い。30、ちょっと待て、いてえ、つえ、やばい、さすがにマリオ回復させよう。サンキュー。まあでも本当はもっと1、34、ちょっと待って、どこのタイミングだ。私はあなたの心の恋人、寂しい時は私のことを思い出して、その時は優しくして励ましてあげる。え、勝った？勝ったんだ、突然勝った、ギリギリだったけど、なんかいろいろ、え、お、鍵、宮殿の鍵、あー絶対戦わなきゃいけないのか。私のこと忘れちゃ嫌よ。キャサリンってこんなキャラな、喋ってるとこ初めて聞いたけど。うわー、待って、風で飛ばされた、うっそー、そういうことか、なるほどね。じゃあ、あそこは緩めていかなきゃいけないのかな、弱にして、それの伏線だったのか、あの扇風機は。待てよ、あ、え、戦い、あー戦うのか、てかなんか体力が元に戻ってんな、ボス戦後って体力元に戻んのこれ、弱、よし、お、レベルアップ、マロ、まあ、マロちょっと魔法攻撃上げとこう。クッパも魔法攻撃上げとくか。ちょ、魔法攻撃全然上げてなかったから、やべ、よし、そしたー、うわー、ちょっとなんか痛いな、一回一回の試合が。魔法に振ろう、一旦魔法に振ろう、こっちか、なんだ、マシュマロを5秒気につき絶対安静、廊下を走るべからずざます。マリオさん、ということはここにパパとママがいるんですね。そうだね、おい、安静にだぞ、あ、あれ閉まってる、ダメです、鍵かかってます。なんだって、我が輩に任せろ、おいおい待て、走んなよ廊下を。再び我が輩のグレートの魔法を発揮する時が来たようだな、下がっていろ。大丈夫かな、まあでも絶対安静ってのは嘘だもんな。おい、ちょっと待ってください、何、もうもしパパが本当に絶対安静なのに大きな音を立てたら大変なことになります、どうしましょう。泣くなクッパ、やはりマルガリータを見つけて本当のことを聞き出した方が確実です。確かに我が輩の出番が、クッパ不純すぎ、クッパ軍団の指揮官に指示するとはいい度胸だ、今回は特別に見逃してやる、優しい。マルガリータ様、やばいやばい、自由だなこいつ。マルガリータ様。あいつ何なんだマジで、あの水やり、卵に水やってたしな、ずっと。あー、また戦いだ、よし、そしたー、肥満3兄弟倒したぞ、これで、お、出た、マルガリータ様、マリオがクイーンフラワーを倒してこの国に来ちゃったっす。クイーンフラワーのあいつか、今ついたんだ、マリオ一体どんなやつだます、ふっさふさのヒゲにしっかりしたもみあげに立派な足を持ってるっす、はてどこかで見たことがあるようなないような、ないようなあるような。ガロの持ってきた、どうぞざます、あら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 、マルガリタ様どうします、もう来てるよ、慌てる必要はないざます、私の持っているこの鍵がないことにはマシュマロは外には出られないざます、倒そうこんなやつ。いるよって言ってるよ、うるさいざます、もう来てるよ。
しつこいざます。何ざます？まあ銅像じゃなくてマリオ。マルガリータ、その鍵をよこすんだ。おお、こけんな。ふんぎゃ。大丈夫かマロ、あなたはどちらざましよう。僕は本物のマロウチだ。参ったか。ぎゃ、本物。しかし盗み聞きするなんてなんて卑怯ざましよう。お前らの方が卑怯だ。大きい声で喋っていて何言ってるんでしょうね。卑怯ついでに私も。逃げてよろしいこと？おいおい、逃げんな逃げんな。バッハハイザマス。バッハハイ。あら、マルガリータ様が逃げちゃったっす。一緒に逃げるっす。こいつとも戦ったしな、一回。おい、何やってんだ。かわいい、あいつ見事な逃げっぷりですね。なんてのんきなこと言ってる場合じゃありません。は、早く捕まえましょう。オッケー。めっちゃ逃げた。バッハハイってベロームと一緒だったね。よし、じゃあちょっとでも今回のパートここまでしとこうかな。一旦セーブして、次回マルガリータを倒したいと思います。いやー、おもろい。めっちゃストーリー進んだ感じしたけどね。いやー、でもいろんな隠し要素あるね、本当に隅々まで遊べるね。ということで次回また続きやっていきます。ではポッキーでした。じゃあバイバイ。